あやか、カンウとアヤトの元素爆発合わせたらやばそう。まあ、ほぼほぼ永続凍結フィールドみたいな感じになるよね。いや、なんか、アヤトの元素爆発の持続時間とかにもよるのかな、便利具合的に。どうなんだろう。カンウっていうキャラクター、ちょっとインチキポイントがさ、元素爆発がエネルギー60族っていう、まあそこそこ軽めじゃん。まあ、軽めか、まあ60普通か。で、クールタイム15秒で、持続時間15秒なんで、なんか、ガンオーテイ君のためにっつってツララ振らせるけど、まあエネルギーがさえ溜まれば、まあまたね、元素爆発のツララが切れる前にまた爆発使えちゃって、永続でツララ振らせられるんだよね。まあちょっとエネルギー大事になるけど。まあ、常に氷元素が供給できるみたいな。アヤトもそんな感じなのかな。どうなんだろうな。まあ、カウの爆発汎用性高いからな。氷元素のつらら振らせまくるとしても使えるし、固有テンプで氷ダメージバフ 20% 味方にもたらすのとしても使えるし、元素反応の起点にもできるし、終焉弓持たせてバフカウにもできるし、爆発の性能が高いおかげでね。どうなんだろうね。アヤトはもうちょい火力寄りなのかな。わかんねえや。まあ実装されたらわかる話です。まあ待ちましょう、楽しみに。